お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、相手の方がですね、2段の方ですね、よろしくお願いします。まあまあ、相手の方が銀をここに上がってくる形の、まあね、作戦が何かわからない形ではあるんですけども、まあ無難に組んでいってどうなのかってところですよね。で、端ついてきたんですけど、これね、俺が確か後手番のはずなんですよね。で、後手番なので端受けるか迷ったんですけど、まあ一旦挨拶しとこうかなと思って端ついてきました。まあ、そしたら相手の方向かい飛車で来たんで、まあこれは囲いを急ぎたいですね。船囲い。相手から反撃してくるとしたら、例えば金上がってきてっていうね、まあ反発のルートがあるんですけど、まあこの場合なんか銀が出てきてここの歩を狙ってるんで、まあこれは玉で上がれて受けれるようにしたのがこの歩の突きの意味ですね。これがまあ部分的にはなんだ、天守閣美濃、天守閣美濃の形になるんですよね。これで、まあ、その銀は一体何なんですかと。ここの歩を狙ってきたのはいいんだけど、まあ単体じゃさすがに無理だよねっていう話ですね。で、相手の方ね、この銀がちょっとわかんなかったんですよね。これ何なんだろう。まあ、金武装に行くか、例えばこう、ミレニアムに行くか、ウィビシャミレニアムに行くかみたいな感じだと思うんですけど、まあちょっとわからんかったんで、普通に組んでいってますね。これは、まあ、右の銀を腰掛け銀。まあ、この中央のね、中央の歩の上に腰掛ける形に持っていきたくってって感じですね。まあ、これで銀が向かい合って、まあ、いつでも戦えるよっていうね、形にはなったかなと思います。やっぱ攻め銀がこう、なんだろう、準備完了したらちょっと安心するところはありますね。で、相手の方のね、駒組みはちょっとわからないんですけど、まあ、向かい飛車には持久戦がいいよっていう話って解釈してるんで、まあ、どうやって持久戦に行こうかなってところですね。まあ、端玉林間行こうかなってところですね。まあ、せっかく、上行ったし、まあ、手得を生かすなら端玉銀冠かなってところですね。まあ、無理やり穴熊に行くっていう手もあるのかもしれませんけどね。銀が上がってきたの、上がってきて下がったから、じゃあ別に手の損得はいいから、じゃあ俺も玉戻って、みたいな感じでやっていく手もあったかもしれません。まあまあ、今回は端玉銀冠の、なんだろう、横に強い系の形にしていきましたね。ここに金が、金金で並んでる形もあるんですけど、金金で縦に並んでる形にして、まあ、なんかのタイミングでこう上がってもいいな、みたいな感じでやってますね。串カツ囲いっていうのかな、ちょっとわかりませんけどね。まあまあ、相手の方が、銀ぶつけてきましたね。これ、銀で取るか、まあ、例えば交換しないよって言って、なんか下がるとか、上行くとか、いろいろ考えて、で、感想戦で分かったのは、まあ、ここで歩つく手が一応いいみたいなんですよね。まあ、相手から銀で取ってきたら同歩だろうし、で、ここの歩つきが残ってるから、まあ、取ったら交換して同桂で角、ここに打つんかな？で、桂取るぞって言っとって、次の桂ジャンプで、ここの成りも狙ってるし、そんな感じの、まあ、攻めでどうなのかなって感じですね。まあ、今回はちょっとその歩突きは分かんなかったんで、まあ、これは銀取って、まあ、同歩か同桂かっていうルートで読んでますね。まあ、ぶつけてきたからには同桂なのかな。なんか角に当たってるから、まあ、瞬間気持ちいいですよね。まあ、銀で取って、同歩ならま、歩突っかけてって、まあ結局角交換しようぜっていうルートなのかなっていう感じですね。
で今回上に上がったんですけど、あの一応ソフト先生は受けが強いんで、ソフト先生の見解では下に引いてこの桂殺しに行けっていうルートがあったんですけど、それはね、角引いた瞬間に角道開けてきて、もうね、この桂馬が殺される前に暴れてくるんですよね。暴れてくるルートがあったんで、それはちょっと、まあその展開を知っててもやりにくいなって感じですね。まあまあ相手の方角道開けてきてぶつけてきたんですけど、これはどうだろう、まあ、さっき言ったこう角交換同桂で、ここに角打つ手がいいみたいなんですよね。まあただそこは今回できなかったんですけど、まあ桂取るぞっていう意味だけ見たら、まあここに打つ手も一緒ですよね。これは桂馬動けないっしょって言ってって、まあかといって銀で受けるとか角で受けるとか飛車で受けるのはちょっと陣形がいびつなんですよね。銀で受けると攻め銀をここに投入してないかんのかっていうちょっと辛いところがありますよね。で角もちょっとね、まあ、結局桂馬ジャンプで飛車台になるし、まあいろいろ考えて相手の方は飛車回ってきたんでしょう。まあこれはでも飛車先が突破できる形、まあ飛車が軽くなるんで、これは居飛車よしですよね。まあここで歩合わせたんですけど、これどうだったかな。なんか一応ね、一応寄る手の方が良かったみたいなんですけど、まあ本譜もねここで寄りましたね。角打たしたことに満足したところはあって、まあ寄って、まあ桂馬は今は動けないと、動くとこれ飛車取られちゃうんで、寄ってこの桂馬負担にしてどうかなみたいな感じで思ってますね。まあ、寄って、まあ、銀とか打ってきたら、まあ、突っ込んで、まあ、数勝ってるんで。で、取れる駒を、すぐ取らないっていうのが、今回大事なところかなと思います。これ、まあ、取る手もあるんですけど、桂ジャンプした方が厳しいですよね。こう結局、桂も跳ねれないんで、この活用させてもらってから、まあ、どうやって料理しようかなって感じですよね。飛車はあんまさばかしたくないんですけど、ここに銀打ってきたからさすがにこれは、さばかないかいなんですよ。こっちも飛車をさばかんとあかんので、まあ、同飛車。で、まあ、そこでどうするかですね。で、今回は角になっていったんですけど、これ、桂成の方が良かったみたいですよね。桂成の方だったら、角がここにいるんで、もういきなり玉頭戦仕掛けに行くっていう手があったみたいなんですよ。まあ普通はでも桂なって銀が避けてくるんで、角ここにいればここに歩ついてってどうなのっていう、まあ、感じの展開は全然あったと思いますね。さあさあ、まあこれは桂馬を生かしてここ次なるぞって言ってるんですけど、それは食いちぎってきて、まあ手番握りましたよね。で角なってきて手番渡してきたんだけど、さあここでもう寄せに入ろうかなっていうところですね。戦況の確認しましょうか。4つの要素がありますよね。1、駒の損得どっちが有利なの。2、攻め駒の働きどっちがいいの。その3、守備駒の働きどっちがいいの。その4、手番はどっちが握ってんのですね。その1から確認していきましょうか。駒の損得で言うと、まあ、飛車角自分のやし、銀は自分の、桂も自分のやから、銀得ですね。銀得なんで、駒の損得で言うと得してる。で、攻め駒の働きで言っても飛車下ろしてるし、まあ、馬がね、ちょっとま、自陣には効いてるんですけど、ってところかな。まあまあ、五分ぐらい飛車と馬が、いるから5分ぐらいかな。まあ、守備駒の働きで言ったら、まあ、金銀3枚に対して、金銀3枚プラス馬がこう効いてるんで、まあ、こっちの方がちょっといいかなっていう。で、手番が、今、居飛車側、俺側にあるんで、まあ、トータルで見たら、まあ、こっちの方が1000点、まあ、感覚なんですけどね。俺の今の感覚なんですけど、1000点から1500点ぐらいは、いいんじゃないかなっていうところですね。まあ、銀得がでかいですよね。銀得が。
なんだかんだで銀得できたんで、銀得できたき、できたし、あの、攻めの桂もさばけたし、で、桂馬放り込んできてを考えてましたね。これ、例えば、同玉だと、まあ、飛車がこう、ビュンと回ってって、どうなのと。まあ、なので、相手が取れないっていうことで、同香でも取りにくかったんでしょうね。でそこで、まあ、金引っ掛けてって、どうなのかなって思ってました。まあ、これは、まあ、やっぱり金をね、守備金を剥がせっていうのが、あの、攻めで大事なところなんで、まあ、金に引っ掛ける手はね、いい手が多いとは言われてますよね。で、本当は多分ここで銀を引っ掛けた時に、この金が避けるパターンとか、避けないパターンとか、まっすぐ上に行くパターンとか、引いてくるパターンとか、4パターンぐらい多分読んどかないかんかったんでしょうけど、ちょっと時間なくなってきたんで、これ感覚の銀打ちになりましたね。で、こっから、まあ、この金狙っていくなら、銀なる手とか、銀をならずっていうか、銀を打ち込んでいく手とかあるんかなとかいろいろ思ってて、で、迷った挙句、これは、銀をなってきましたね。これで言われてちょっとどうだったのかなってところなんですけど、まあまあ今回は相手の方がここでまあ桂馬外してきたんですよね。まあまああの飛車の横道が止まってる瞬間止まってるんで、これでまあ安心して取ったようには見えるんですけど、でもこれはねちょっと俺も寄せ読んでますね。例えば金剥がして同金の時に、この桂馬って玉の紐しかついてないんですよね。まあなので、銀ぶち込んでどうなのかなーって思ってたんですよ。例えば、取って銀ぶち込んで、取ったら飛車なって、これ一見流の形なんで、2分30秒。金持ってて詰みそうなんですよね。合駒は金だし、上行ったら金だし、ちょっと、まあいろいろ言っちゃったんですけど、まあ何にせよね、これ取って銀打った時に、取ったら詰みなんで、避けると金打ちでしょ？ここも金打ちでしょ？だから銀打って、こっちかこっちかしかないと思ったんですよ。で、横に行った手が一応、まあ最善というか、最善の粘りではあるんですよね。まあ金打ってって感じなんですけど、これはでも竜が入ってって、実は詰みのルートに入るんですよね。さあ、こっから、何手詰めだ？ 1 手、2手、3手、4手、5手、6手。ん？ 7 手詰めか。竜入った時点から7手詰めっすね。まあまあ、金とか、金を寄って合駒してくるとか、駒打って合駒してくるとかあると思うんですけど、まあ銀ならずで入ってきて、まあどっちみちここに行くことになりますよね。これ金が動けないんで、まあ避けますよね。2分。で、桂打って、上なら馬で詰みやし、下なら、まあ馬で詰みですね。やっぱ竜がね、ここ下段に効いてて、プラス、ここにも逃がさないよってしてるのがでかいっすよね。これで、まあ、どこに逃げても罪ですよ、という感じで、まあ、これはなんとか着地ができましたね。まあ、上上がってきたんですけど、これはうまいですね。はい、ありました。お前がナンバーワンだ。はい、いかがでしょうか。今回ね、なんだっけ。居飛車対向かい飛車の戦いやっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。